ゆっくり3号です。ライムです。今回は松平健太選手の柔らかな台上技術、題して、甘く切ないストップ。確かに甘くて切ない感じ。実は3号これを練習しだしてから、ダブルスでのレシーブ処理がすごく楽になったんだ。相手のサーブがわからない時でも、これができればかなり助かるよね。では甘く切なくやっていくよ。やっていこう。この辺でダブルスのこう、まあまあまあ、まあ、ちょっとこう、はい、あとちょっとこう旅行とか、おー、こう、はいはい、これも確かにいいんですけど、はい、甘く健太くんの甘く切ないストップ略して甘切は、甘切、うん、なちくない、いろんな回転が来るとやっぱりちょっと速いと浮いたり、うん、あ難しいじゃないですかね。ダブルスのやっぱりストップで難しいんですけど、その甘切なやつだと、はい、普通にこう今までこうしとったのもちょっとこうボールが来たところにこう合わせるようにこう、うん、体を、はい、普通だったらもうこれでいいでしょ。こういう、まあ、その口に入っていきます、ね、ですね、はい、じゃなくてボールのバウンドのこのボールス線上に合わせながら、自分も動きながら、スコアよ。こう。全身で、はい。そう、そうですね。まあ、わかりやすく言うと、これちょっと投げてもらっていいですか。こう、ふんと投げてもらったら、あ、そうだね。届くで、届くで、みたいな。あ、今、伸ばした。こう、こうですね。おー。こうですね。はいはいはい。なるほどね。ボールタッチみたいな、はいはい、そんな感じです。おこういう放物線をかけながらこういくんでサーブしてもらっていいですか。こう合わせながら、うん、こう飛ばないっす。切ない、切ないです。全部切ないです。こう甘くないっす。切ないっす。あ、なんか甘くない一回待つ。おちょっと粘着が強すぎて、粘着が強すぎる。よし、はい、それで制御できる。おお、はい、ここへこう合わせて乗せて止めるという。結構打つの遅いですね。あ、そうなんです。さっきマイクが、はい、マウンドのもうこの辺あわ降りるぐらいですか、はい、イラストで説明すると、速い打点、山の頂上での打点、山を降りた遅い打点があるんですが、甘切ストップは山を降りたここの打点で合わせてみてね。今かけとんですかね。ちょっと持ってっとる感じ。持ってる感じですか。はい。体が入ってこう。お。はい。甘く切ないんで。あ、そうか。はい、こうさ。甘く切ないんで。あ、そっか、こうっす。できました。これ多分、ちょっと浮いてもいいんで、最初。あ、はい。ちょっと高くてもいいんで、ツーバウンドになるように練習サーブすると、どんなサーブでも、はい。いろんなサーブ出してもらっても、こう。こう。あ、うめ。あ、ごめんなさい。ツーバウンドでも。はい。こう入って。あ、さあ、どっか。普通に、まあ、これだと出てるんで。交代。普通のやつでいきます。普通のやつで早くいくと、こうですね。あ、これは回転が案外下がなくというか、あれが入ってるんで、こう。そうですね。はい、それをいきます。もうちょっと打点を落として入るようにすれば。うん、ああ、そうそうそう。ちょっと上からスッていった方がいいなと思ってたんです。はい。もっと高くスッていった方がいいです。はい。ああ、それ、あ、今の、高ちゃんこんな感じです。あ、いいです。はい、どうも。あ、そう。もうできちゃいました。よ、これで。もうできちゃいました。うん。これ、ダブルスレシーブ。僕、これやりだして、かなり勝率上がりました。マジっすか。ここで、吹かさないように、そのために、ここでこうやるでしょ。はい、もう神経を尖らせて、こうやってやってしまうんですけど、もう、何が来ても、これに、甘切にしようと思ってやるともう怖くないんですよ。だからもうほんとちょっと向こうこれこう、おお、はいはい、ねえ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 、おお、すごい。これがダブルス
逆に一度のストップしやすい。だからこれ、今これずっと僕ナックルと結構出しようんですけど、はい、ナックルならばよりこっちの方がいい。確かに。でしょ。でもうちょっと今回最初の速いやつしてるけど、速いやつしてナックルいくと、あ、こうなるんですよ。でちょっと緊張しちゃったんで、先生が絶対こうなっちゃうんですよ、ね。まあ、こう、はい、分かっとれば、分かっとればいいんですけど、これが分かってなかったりすると、あ、こうこうなっちゃうんですよね。ポン。別に、こう、あれ、終わりも、あれで OK なんですよ。おー、すげえ。そこ、これ甘せつすごいです。ケンタ選手がほんまあれ、あのダブルスすごいです。あれ、確かに。切ない曲で。少し打点を待ってからの切ないストップ。甘く切ないメロディだね。もちろん2バウンドで収めること。卒業シーズンの切なさ。電車の窓から彼女を見送る切なさ。フルセットリュースで負ける切なさ。新品ラバーの端をぶつける切なさ。そしてハーフボールでも優しく見送りながらの切なストップ。見てるだけでギーンとくるね。涙が出そう。そして切ないストップと見せかけ、さよならフリック。さよなら3号もやってみる。同じモーションからのさよならフリック。ほんと切ないけど、また会う日まで。今度は実践編。ダブルスオール練習から甘く切ない感覚をつかむ。難しい。打点を落とし切ない感覚を全身で表現しながらも指先まで切なさを送り込む。切なすぎる。昇進レベル。指先まで優しく甘く切なく演技するバレエダンサーのように。台横からのドライブも甘く切ない。レシーブ力上がるのでみんなもやってみてね。体が入ってこう、はい、甘く切ないんで。あ、そうか、こうです。じゃあ最後に感謝のコードを締めくってもらいましょう。どうぞ。待って、ありがとう。ごきげんよう。ティバーは使ってないけど。ねえ、なるほど。あ、ティバーあった。ハイブリッド使ってた。おったわ、ここに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。